小節です。16小節2本。それでは行きましょう。 DJ ヒョウエイ Ready Fight。来る日を待ってたぜそこの兄弟、俺とお前のリアルなショータイム。兄弟だからってよ、一つの両者はしねえから聞いとけ。さっきのやり合いもあらかじめお前うかつに笑ってんじゃねえぞ。俺ら兄弟だってことはもうみんなが知ってる。 One for the money, two for the show, three for the freestyle のないかのショー。これがっつり掴んでゴー、見せてくテクニカルなこの MC。 ノートは言わせねえ、ノートに書いたリリックならいらねえ。日本全体が待ってんの、おいお前はそこで止まってんの。待ってたぜマジな兄弟、リアルなないかドバツだろ。俺たちマジな兄弟、俺らお前の日本語わかってんだぜな。お前の背中を追った、確か2011から何も変わってねえかも。だけど2014、お前はなぜか出ないから、おこぼれみたいに勝っちまったよ。でも俺はお前を倒さなきゃ群馬の代表にはなれねえ。だからこそ今日も逃げるマイカも、いつでも目線にはお前がいたよ。即興の挨拶なしでかます、俺はお前の上にさらに飛びます。ないかの弟だけど、俺はお前に頼ったことないから、ほとんど飛ばねえ豚はただの豚だよ。お前はそころで止まってな、俺の現場からお前がいなくなっちまったのも結構見てるけどな。2014、別に譲ったわけじゃねえけどな。俺はそっから東京出てニガリに負けリベンジから戻ってんだぞ。そら全員の周知の事実ひっくり返せねえ。お前も一枚めくれりゃゴールドだろうが、俺は極上のバッタモン。わかるかな、本物よりもリアル。30代のダーティーに来たらお前もそこを見せてやる。喉から血が出るぐらい叫べよ。そうか、じゃあ今年群馬2016、俺に負けてリベンジ出ろよ。それはその時と一緒だろ、にがりの建前なら俺が告げてく。まあどっちでもいいか、この言葉でお前を裂いてく。どけないか、俺の言葉だけでお前は吠えてるだけ。バスストップ止まりません、その先に行くだけ。お前に譲りません、絶対取るこのマイカフォン。赤い照明が俺を照らす、真っ赤に流れる俺の血潮。しっかり見てくれ、今日という日、2011以来初めて進んだ気がした。だから俺は朝が来るまでマイクで声を枯らした。判定いきます。先行青コーナー内科 MC、後攻赤コーナーバス、まずは内科 MC、 陪審レディージャッジ。青、勝者内科 MC。